どうぞ。ほら見て。チャンスです。説教します。いろいろありましたけども、このチャンネルなんと3本目でございます。今回はね、札幌一番のこれ塩豚骨で作るですね、焼きラーメン。博多でこう屋台でね、焼きラーメンとかがあるらしいんですけど、すいません、僕行ったことないんですけど、九州大体ね、こんな味付けだよっていうのあるらしいので、でもこの焼きラーメンマジうまいんで、今回はお家で簡単にできる札幌一番で作る焼きラーメンやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。札幌一番塩豚骨、札幌一番の塩豚骨が一番合います。なければ他のとこの豚骨味でもいいんですけども、僕は塩豚骨がいいかな。バラ肉 80g、 あともやし 50g です。で、紅生姜必須ですから、これ皆さん紅生姜絶対入れてください。で、ニンニクで、あと戻したキクラゲですね、 3g 戻したやつです。キクラゲも入れてください。これ食感が足されてめちゃくちゃうまい。で、あとの材料は概要欄で説明してますんで、そちらチェックしてみてください。大体ここでね、酒を飲むくだりがあるんですけども、今日は戦なので、戦じゃー、ブオー。とまずね、何を切ってたらいいかって言ったら、キクラゲですね。これ熱湯入れてね、10分から15分ぐらいやりました。こうやってね、細かくね、千切りするんですよ。ほら、豚骨ラーメンに入ってるやつみたいな、こんな感じで切っていきます。はい、で、これ切れたんで、豚バラなんですけど、縦一文字切り、はい、そしたら、ニンニクの皮だけ剥いとこう。ニンニクの皮だけ剥いたら OK。 もう炒めですよ、これ。ここにですね、油小さじ1半ぐらい、大さじ半分ですね、これぐらいかな。はい、もう引いて温めます。で、もうね、もうバラはね、もうこうやって入れちゃう。で、塩ね、しなくていいですからね。これ塩しちゃうとね、ラーメンの粉末スープを使うんですけど、粉末スープはね、結構塩辛いんで、あんまりやってしまうと塩になっちゃいます。で、ここにね、黒胡椒、大体塩胡椒だと思うんですけど、黒胡椒を入れてください。思ったら2倍ぐらいで、豚バラを炒めて良質な油を出すとともに、バラを焼き付けていきます。はい、で、こんな感じで、あんまりね、カリカリにしなくていいですからね。で、ここで、お水 150cc、 ラーメンを作る場合って大体 500cc ぐらい入れるんですけども、今回はね、150cc 入れます。で、ね、ちょっと真ん中開けとく。で、沸かします。で、ラーメンね、札幌一番全体ボコ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 いってきましたね。ここで入れるんです、麺を。どうぞ。はい、この少ないお湯で茹でながら炒める、これが重要でございます。で、こんな感じでね、ちょっとね、これだと片っぽしか浸らないんで、こうやってひっくり返しながらやっていくと茹だります。火加減はね、中火ぐらいでいいんでね。ほらほら、ほぐれてくるでしょ、こうやってほぐれてくるんですよ。ほぐれてきたらもうこっちもじゃ。なんと札幌一番の麺はね、 150cc で実は戻っちゃう。じゃあここでちょっとね、味付け、おろしにんにくね、半かけ分、にんにくの香りをね、移したいんでね、粉末スープね、大さじ1杯入れる。これね、全部入れるとしょっぱしょっぱになっちゃうんで、これ測ってくださいね。これね、こんなもんかな。はい、入れます。これで味が決まります。で、そうすると見てください、水なくなったでしょ。でもね、麺は戻ってんの。こうしたらね、弱火と中火の間ぐらいにしていいです。そしたら、ウスターソース、ちょっと甘みと香りが加わるんで、これ入れてください。小さじ1です。で、あと、もやしです。はい、で、ウスターソース入れたら、全体的に混ぜ、ちょっと追い黒胡椒、結果、思ってる3倍ぐらい入れますね。こんな感じですね。でもやしはね、さっと炒めていいですから、ちょっとね、食感が残ってたぐらいが美味しい。はい、それでは盛り付けいきます。もうね、こんなのもう
簡単ですからね、簡単にやっちゃいましょう。たまにこうやってやってるとね、インスタントラーメンにこんなに手間かけてらんねえよみたいな、方いらっしゃるんですけども、そういう方はね普通に食ってください。じゃあ戻したキクラゲね、キクラゲを、まあ、乗せていきます。あと紅の生姜ですね、紅の生姜をこの辺に、まあ、一つまみぐらいですかね。ここにこのネギですね。ネギね、重要ですよ。彩りにもなりますし、香り、食感、すべて足してくれます。で、ここに札幌一番の豚骨にはね、このごまがね、ついてるんですよ。これをパラッパ、パラパラっとね、ここにかけます。ほら見て、完璧でしょ。はい、ということで札幌一番で作る焼きラー完成です。はい、それではですね、できました。食べていきたいと思います。いただきます。あー、これね、じゃあいただきます。びっくりするみんな、超うまい。もうね、すべてが混然一体となって。でこれね、ラーメンとかでやるのもね悪くないんですけども、やっぱりねこれね、このね即席麺、インスタントの札幌一番だから、これはうまいんじゃないかなと思いますよ。これね、味変換風ジェネレーション、ゆずこしょうよ。元のしょっぱいね、少しだけゆずの香り乗せると、マジでうまい。札幌一番のね、いろいろ仕事とかでもやったけど、トップ3に入るね、これ。これは食べてもらわんとしょうがないでしょ。ゆでよ、ラーメン大好き達也さん、いただきます。はい、乾杯。ういっ、いただきます。ういっす、うまっ。超うまいでしょ。予想の斜め上をいった感じのうまさ。めちゃくちゃうまくない？めっちゃうまい。うめえ。これね、多分ね男子みんな好きだよ。麺さ、これ焼きそばの麺じゃないじゃない、ベタつき感なくない？全くないですね。全くないでしょ。茹でるんじゃなくて、むしろあの少ないお湯でやるから、こんだけ麺の食感しっかりして、主食にもなるし、つまみにもなるし、確かに最高ですね、これ。達也でも大変です。はい。じゃあ、ごちそうさまでした。よし、ありがとうございます。ということで皆さん、今回の焼きラーメンいかがでしたでしょうか。想像絶するうまさですよ。めちゃくちゃ自信あるんで、これ絶対やった方がいいです。本当に焼きラーメンって言われて、これがお店に出てきたら大絶賛すると思います。それぐらいうまい。これね、あのほんと損させないで絶対やってください。